武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは東京医科歯科大学の英語の勉強について話していきたいと思います。こちら試験時間90分で配点、120点となっています。で、こちらはですね、特徴が、すごく独特でして、一つの長い長文に対して題問が、いくつか出されるという形になっています。その題問は全部同じ長文から出される形ですね。で、題問が6つあるんですが、そのうちの3、4、5、6が医学部の医学科と歯学部の歯学科、そして1、2、3、5、6が保健衛生と航空保健学科が解くという形になっていて、微妙に解くことが変わっています。で、第1問、こちらは単語の意味を選択する選択問題ですね。で、第2問が指示語を記述する問題、it とかの内容を明らかにしなさいというようなものですね。で、第3問が true and false、 内容真偽問題ですね。第4問が英文に対して英語で答える、なのでこちらちょっと英作文の、練習がいりますね。そして第5問が英文和訳ですね。そして第6問が要約問題、これは日本語での要約、になります。なので、基本その、対策として一番重要なのが、長い英語長文を読めるようにするというのが一番重要です。先ほども言ったように英語の文章自体が題目1個しか、出ない形で、1500ワードぐらいの、長さのものが、出てきますので、はい。しかも難易度が結構高めですね。はい。で、割と医学部的な知識もないと、ちょっと辛いかなという部分が出てきたりすることもあるので、基本やはり武田塾のルートにあるシステム英単語などの基本的な英単語とリンガメタリカなどは必須で、できればやっておいてほしいのは医師学系の英単語などの、医学部向けの英単語などをちょっと追加しておくと、読みやすくはなるかなというふうには思います。で、こちら、対策として、基本的にやっておいた方がいいことっていうのは、先ほど言った題問によって結構変わってくるんですけれども、題問1、題問2などに関してはこれは通常の長文問題を長いのやってれば結構対応できるので、基本通り の総計レベルまでの英語の長文やって余裕があればやっておきたい英語長文1000や、英語長文問題聖戦などですねの、要約練習ができる参考書なども含めてやっていくと、題問1、2、3、6あたりはある程度対応できるかなという形になっています。で、題問4、5に関してはそれぞれ英作文と英文和訳なので、分野別の、英作文ハイパートレーニングと、英文和訳練習ですね、この2つを、それぞれやっておくといいかなというふうに思います。で、ここの場合、気をつけるのはやはり記述力というよりは読解力の方がかなり、国立の中でも重視されている、タイプの問題となっています。要約は結構記述量は400字で多かったりはするんですが、こちらはですね、ただ英語の対策というよりは小論文書く練習をちょっとしておいた方がいいかなというものですね。要約練習の参考書をやってもいいんですけど、要約練習で出てくるものってほとんど400字までいくことがないので、だいたい150とか200字ぐらいだったりとか、そのぐらいの量だったりするので、400字まで書くっていう練習は英作文やってないと、英作文じゃないですね、小論文やってないとちょっと厳しいかなと思うので、そういった、もので練習しておくと、いいかなというふうに思います。とりあえずその長文そのものを読む時間自体がどれだけかかるかっていうことと、問題の回答のポイントがどこにあるのか、根拠どこにあるのかみたいなことを探すっていうことで、どれだけ時間をこう減らしていけるかっていう部分がかなり重要で、特に読むのが遅かったりとか集中力が切れやすい人の場合だと、読んでる最中に内容を忘れちゃったりとか、読むだけで時間かかりすぎちゃって解くのに時間が使えなくなっちゃったりっていうのが、結構怖いので、特に第3問の True & False などは読みながら、判断していくぐらいのつもりでやっていった方が、いいかなというふうには思います。この辺は慶応の SFC などにも似てる部分ではあるんですけれども、長い長文の場合は、全部読んでから解くっていうよりは読みながら解いていく意識を少し持って、やっていった方がいいかなというふうに思います。いずれにしてもかなり長い長文をやっていかなきゃいけないっていうのが前提なので、記述力以上にまずは長文を読む力を鍛えることを徹底してやるようにしてください。以上が東京医科歯科大学の英語の勉強法となります。